んびりしてたらメイクが間に合わなかったよ。ちょっと前髪だけやりたい。ピンダメで肩ついてたから、ちょっと前髪だけ顔きれいにしたい。マンチャラマスターさん、山ギフト、海ギフト、ありがとうございます。こんにちは。前髪が伸びた。まだ髪の毛アイロンしてないからボサボサ。何分で終わるかな。12時過ぎかな。また夜配信今日はできるので、今日もか。カイトさん、ありがとう。山ギフトと家ギフト。キコさん、ハートありがとう。今日のお昼はちょっとだけにしようかな。今日はめっちゃ晴れてる。暑い。しかも今日はちょっと日用品を探す旅に出ないといけないんですよ。あの洗濯のやつ、なんか洗剤持ってきたんですけど、洗剤持ってきたのに洗剤はなんか自動で入るみたいな、でもその代わり香りはないですみたいな。柔軟剤は入れれますみたいなので、ね、私柔軟剤じゃなくて、もうね、柔軟剤っていうか香りともう全部がセットになったボールドをさ持ってきたのにさ、洗剤あるんかーいって感じで、だから柔軟剤を探しに旅に出ないといけない。こんにちは。まだ前髪ができてない。レノア、いや私あんま柔軟剤最近使ってなくて、なんか結構なんだっけ、あれボールドか、ボールドを使ってるんですよ。もう本当に柔軟剤とか洗剤とか分けて買ってたらお金がすごいなと思って、もう私はボールド一択でずっとねやってるんですけど、ダウニーって海外よね。レノア、つぶつぶのやつが簡単。あービーズね。私もでも剣道の時それビーズ使ってました。そのビーズのやつをなんか網網の袋に入れて剣道の防具袋にあの入れてました。いい香りがした。この前洗濯した時にめっちゃ無臭なんやけどと思って、あのめっちゃ無臭って思ってよく見たら柔軟剤は自分でみたいな書いとって、そうなのか。真空券さん、ありがとう。パラソルと山ギフトと家ギフト、こんにちは。ジェルボール、あれジェルボールっていうのか、つぶつぶのやつ。ジェルボールってあれじゃない、洗剤が入ってるやつじゃなくてか。普通のもうね、そらそら何だっけ、ボールドしか使ってないからわかんないや。あとなんかあのシュッシュッシュッで香りつくやつもね欲しくて、なんか上着とかさそんな頻繁に洗えないじゃないですか、だから上着とか用のやつを買いたくて、シュッシュッシュ。今日は薬局やな。ファブリーズ、そうそう、リセッシュとかファブリーズとかのやつを買いに行くついでに今日は
に着替えて配信&写真撮る。自撮り大事。メール、うん、ツイッターとかにはね、この写真、この服が上がるのは多分ないんですけども、いや、あるかもしれんけど、メール用やな、もんメールの自撮り用。じゃ、ロングヘア素敵です、だって嬉しい、ありがとうございます。でもなんかロングすぎて最近、でも切ったんですよ、アーシャ前に。でもなんかロングの人からしたら5センチってでかいんですけど、みんなからしたらさ、全然何も変わらんやんってなるやん。だからもうね、めっちゃ伸びたんだよね。どうしよう、新しいバブちゃんと話した？誰？バブ？タムタムさん、ありがとう。ペンライト、ジェルボール使いすぎたら洗濯壊れる。え？そんなことあるの？服めっちゃ可愛い、やって嬉しい。なんか瀬戸内だなと思って買ったんやけど、これはあれですね、グレイルさんです。私グレイルでしかほんまに最近服買ってない。グレールじゃないのは、だいたいファンの人からいただいたやつ、ファンの方からいただいたやつで、ですね。ハートありがとう。最近急に可愛くなった気がする、だって。なんでだろうね。いつからだろう。何にも変わってないけどね。ジルボールの話聞いたことある？マジ？初耳が。でもジルボールって、ね、私高いから、ポンって入れれて楽やけど、高いからジェルボール使ってないですね。ジェルボールはちょっとお高い。ちょっとじゃないな、普通の液のが断然に安い。食生活変えました、だって全然何も変えてないよ。なんでだろう。マジで何も変わってないんだけど、変わったように見えるのか。あ、でも最近ここ3日4日毎日あれしてる、美顔器のスチーマーで顔をつ、ね、顔の調子を整えて、スチーマーで。ありがとう、ハート。ハートじゃないわ、パラソルとヤマギフトとイエギフト。あちゃさん、ありがとう。サーフレ、お、いいね。今日休日、日曜日、明日からお仕事がまた始まるから、しっかり皆さん休んでてください。今日も自分の好きなことをたくさんして、バリコークさん、ハートありがとうございます。マジで前髪切りたいな。あ、やばい、アイライン引いてない、いいか。よし、見て、髪の毛がパサパサだ、パヤパヤだったけど全部ストレートになった。でもね、最近マジでなんかめちゃくちゃヘアオイルつけてるのに、めちゃめちゃっていうか、ちょっと普通にいつも通りの量つけてるのに髪がパヤパヤ。ピンクのパラソルありがとう、お父さん。ピンクパンさん、こんにちは。今日は18時から仕事。あら、それは頑張ってくださいませ。いい感じ。やっぱヘアアイロンって大事。でもそんな高いやつじゃないのにさ、こんなストレートになる、すごいパヤパヤ。ここでも聞くとやって、どこで聞いたんですか。違う子も言ってた、同じ、やっぱみんなパヤパヤって使うんやない。最近ハマってるやつ、毛先だけ内側にする。こんにちは。
ミーミーがツイッターで言ってた。あ、そうなんだね。やっぱパヤパヤ関西人のが言うのかな。そんなこともないよね、絶対みんな言うよね。前髪が伸びた。パヤ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 パサパサはさ食べ物じゃん。パヤパヤは髪の毛。いや分からん、知らん。自分の中のやつで。パヤパヤ言わん。うっそ。パヤパヤ言わんか。うん、パヤパヤ髪、逆にパヤパヤは髪の毛しか使わない。こんにちは。なんか最近前髪を薄くしたい、すごい。でもね、薄くできないんですけどね。ゆうかちゃんも使ってたんだ。じゃあ結構使うんじゃない。地方エアビンってなに。こんにちは。ゆうかちゃんから昨日ポコ太郎の動画送られてきた。ポコ太郎、まだね実物ポコ太郎には会ったことないんですよ。実物本物ポコ太郎とはまだ対面したことない。こんにちは。ポコ太郎がお部屋を動き回ってる動画が来て、また言われた。またソラハンチ、またっていうかソラハンチ行ったらポコ太郎放っていいって言われたから、んってハテナのスタンプ返しました。あとなんかそのハテナのスタンプが呪術廻戦のハテナのスタンプだったから、トゲ先輩のだったから、なんだっけ、おかかって書いてました。おかかは否定みたいな、嫌みたいな、無理みたいなっていう役らしいから、おかか、おかかって返しました。いや放たれることはいいよ別に。そんなね、動物が汚いとかさ、そういうことじゃないんだけど、なんかさ毛が生えとるじゃん、当たり前だけど。だからそれがなんか ね、多分そんな動物は私飼ったことがないから、もう抜け毛とかよう分からんのよね。だからさ不安ないよね。インディーさんかわいい、ありがとうございます。今日はいっぱい自撮りします。昨日はねいっぱい自撮りしたので、そう放つねみたいに言われて、はてな。そう、ゆうかちゃんからね昨日コナンのアニメ今日のやつ萩原さんみたいなって送られてきたのがきっかけでね、結構 LINE したんですけど、あんまり私人と LINE せんからさ、なんかマネージャーさんとママ家族とか以外と最近全然 LINE してないから、あ15分経った、そろそろ終わろうか。夜もすると思います。
結構みんなツイッターでね、もう復活っていうか元気になりましたっていう方が結構増えてきてて、安心や安心です。お昼ご飯、まだ今日朝から一食も食べてないけど、そんなお腹空いてない。だから多分ご飯とか見てら、お菓子とか見たら多分お腹空くんだと思う。今日は柔軟剤とかを、ちょっと必要なものを買い物しよう。こんにちは、真空券さんありがとう。家ギフトと山ギフト。スシローいいな。なんか今日特に可愛いね。だってめっちゃ寝たからかな。逆にめちゃくちゃ寝たらさ、むくみとかで顔がなんか良くないみたいな聞くけどね。アンナちゃん、家ギフトありがとう。前だけ巻いてたら巻いてる風に見える。寝てました、おはよう。でも休みの日はさ、もうね、月曜日から金曜日までさ、朝から夜まで働くから、寝れる時に寝るのが一番、休む時に休むのが一番だから、もう寝ることがね一番、なんだろう、病気とかもさそうやけど、寝るのが一番ね、なんか治ったり体力回復したりするから。スレイサニオンさんハートありがとう。ピンクパラソルありがとう。ピンクパンさん、服が明るい、確かにベージュとかだもんね私。まあでもね、ベージュとかは冬とかやね、秋冬。今からはオレンジとかさ、水色とか緑とか華やかな色が、色のお洋服を着ていく季節、春の季節。今まではね、空の好きなカラーが似合うあの季節、秋とか冬とかだったけど、全然今日コメント読めてない、すまんです。ひまわり柄、ひまわりではないんじゃないんですかね。ひまわりではない気がするよ。あんなちゃん、山ギフトありがとう。ハートと5月っぽい、確かに。ミロさんハート、トスキさんハートありがとう。でも今日ちょっと写真撮ろう、マジでツイッターに載せれるような写真撮りたいんだよね。もうね、私のツイッター見てる方は分かると思うんですけど、ね、写真がないんですよ。なんかもう昔のばっかしなんですよ今。だからちょっと写真を頑張って外カメでちょっと撮ろうかな。マジで本当にないんですよ、服が、あ、服じゃない、写真が。もう昔のオフショットとかしかなくて、自撮りはね載せないって自分の中で勝手に決めてるので。昨日のメールでも書いたんですけど、読んでくれたかな。なんかさ、そう、自分的に分けてるよね。もしさ、まあ、インスタ始めることないけど、インスタを始めますってなったら多分ね、 なんかね、ツイッターとかにも載せるんだけど、多分ツイドリを自分的には分けてて、ツイッターはさ、やっぱりさ、
こう SNS なんかね、生誕とかさ、こうお話し会の宣伝の時とかさ、こうファンの方がさ、その空がツイッター上げてる写真を使って、まあ、こう画像を作ってくださったり、あのしてくださってるので、なんかね、こう変える、なんていうの、それで使えるような写真をさ、やっぱたくさん投稿していけたらなって思うので、なんかそうですね、なんか何かわからん巻き、あ、でも一応なんか全部した気がする、巻き紙。メールたどりどうだろう、最近のメールどうだろう、でもあんまりたどり送ってない気がする。そう、画像作るのはさ、自撮りよりなんかたどりの方が、外カメの方がさ作りやすいやんかなって思って、自分的に。あとね、なんかちょ、これさ触れていいんか知らんけどさ、触れていいと思うから触れるんですけど、毎年この時期になったらさ、生誕のやつでさ、こうハッシュタグシナの空葉も毎日調べるんですけどね、あのなんか出てくるんですよ、生誕のやつが。うわ、空葉そろそろ誕生日やんってなって、ルンルンやで。スライスオニオンさん、お花、まっちゃんさん、パラソル、ありがとうございます。楽しみですね、生誕。でも本当に生誕のね、また無事に開催できたらいいな。そう、どんな感じになるんだろうっていう楽しみがありますね。お出かけですか、お買い物ですね。お買い物っていうか柔軟剤の旅に出るっていうお買い物が今日のクエスチョンじゃないミッション。今日は母の日、そうだよ。でも空は何も買っておりません。空はね、自分的に決めてるんですよ、誕生日かどっちかに渡すって。両方してたらマジで私の生活費がなくなってしまう。ありがとうって、なんかありがとうっていう歌をなんか送ろうか、自分が歌って作詞作曲して自分の作詞作曲で作って、ありがとう Thank you みたいな自作自演じゃないわ、それなんか違う、自作自演は生誕委員会募集中、そうだよ、みんな生誕委員会子供が、そう、ありがとうって伝えたくて、あなたを見つめるけど、つながりと右手は、これはゲゲゲの女房でした主題歌。そう、シナの空晴れ、ありがとう。全なんかいろんな世界のありがとう。いろんな世界のありがとう。ねえ、やば、巻き髪した。よし、終わろう。あー、まだ今日、昨日開けたキャラメルラテ半分ぐらいね、冷蔵庫置いてたから残ってる。あー、受注来月くらいからするのかな、どうなんだろう。でもちゃんと渡しました、マネージャーさんに渡して、カラーをちょっと今こう相談してるんですよね。でも
絶対に届くようにしてもらいます。もうだって出て出してるから、もう5月の上旬、上旬でこの前出したから、逆に8月の10日に間に合わなかったらはてなはてなって感じなので、では何度読みます。13エリックさん、12センさん、11イスさん、12ザキヤマさん、9トシキさん、8よりコークさん、7ヨトンさん、6イバンジェロモンスターさん、5イシンクーケンさん、4イミロさん、3位ウィンディさん、2位カイトさん、そして1位はあーちゃんさん、ありがとうございます。もう今からめちゃく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 ちゃ自撮りを撮ります。もう自撮りマンになりますね。チャッチさんありがとう。お花配信ありがとう。あんまりコメントを読めたかったけども、ありがとうございます。ではまた夜にもしますね、配信ありがとうございました。柔軟剤ゲットしたらみんなに紹介するねバラありがとう。アナちゃん、ではバイチャロポ、今日も一日バイチャロポ、二度寝する方はお休み中、ではバイチャロポ、皆さん良い休日を。